たける心を殺すことある。今回の動画は元10年ニート葵引きこもり専門チャンネルさんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いいたします。小3の頃からなぜだかおばあちゃんと暮らしてた実家の隣だったけどおばあちゃんと暮らしてた。毎日お手伝いをしてこの無駄ラーメンもした。でもトイレ掃除だけ苦手だった。おばあちゃんはこう言った。トイレにはそれはそれは綺麗な。あ、すいません。もう一回来ちゃった。もう一回ちょっと、はい。ありますかね。改めて YouTube で見たいと思います。はい。あ、よろしくお願いします。いや、ご自宅なんですか？はい。もうずっとね、もう十何年空き家になってて、で、これちょっと改修して、あ、そうなんですね。このふんどんっていうのにして。ふんどん？はい。だから、ふんどしっていう、はい、なんか、肩書きがあるんですね。ええ、はい。今もう、野草の研究家みたいな、野草っていうか。研究っていうのもあれだけど、ちょっとね、これ触ってみてください。これ、どうですか、これ。知ってますか？シルク。触ってみて。え、なんか、ちょっとシルクみたいな。そう、お尻拭く葉っぱ。あ、へぇこれ、尻拭くのにいいんですか？いや、これで拭いてみてくださいよ。髪よりはるかにいいから。確かになんか、普通にちょっと高級ななんか。そう。髪鼻セレブみたいな。そうそう、そういう感じ。これをね、ちょっと使う場所を、プープランドっていう林がありますから、あそこで毎日のようにね、してるんですけど、そうなんですね、ちょっと行ってみましょう。あ、ちゃんと毎日でもうんこ出るんですってタイプなんですね。いや、1日1便です。あ、そうなんですね。はい。今何歳になられるんですか？今72になります。だから、今、野草歴は何年なんですか？もうね、今今年で49年目。49年。はい。49年。48年と、はい。ああ。はい。じゃあ、どうぞ。すごいですね、49年間、そういう活動っていうんですか、活動としてはね、はい、2006年にふんどしになって、はい、それまでは写真家だったんですけどね。ふんどしっていう、その肩書きの人は、はい、世の中に他にいるんですか？いないんじゃないですか。ご自身で作られた肩書きなんですか、ふんどしは。まあ、それまではなかったですよね。へぇー。野草専門家なんていないでしょ。どう考えたって。そうですね。それをちょっとその、見つけまして、どんな風なことしてんのかなとか。もともと自然保護運動やってたんですよね。ほうほう。最初は普通にね、住民運動とかそんな感じでやってて、はい、写真を使ってね、はい、で特に菌類ってすごいんですよね、菌類の働き。菌類、あ、キノコとか。はいはい。で、それがすごいっていうのが分かって、はい、まあ、それをね、写真で知らせて、うん、まあ、自然の大切さとか自然のすごさ、それも写真で紹介しようと思って、はい、まあ、キノコをメインにした写真館だったんですけどね。はい、でもね、やっぱりね、テキストを読む人ってね、はい、こっちが伝えたいことよりも、その人にとって関心があることの方に行っちゃうんですよね。あ、まあね。だから、キノコだったらばね、食べられるかどうか、はい、そっちに行っちゃうんですよ。で、それが悔しくてね。はあはあ。ここがプープランドって林なんです。プープランドなんですか？はい、プープランドって林です。そうなんですね。すごい。ここのね、はい、林でね、結局ね、ほら、今のね、はい、子供ってすごい自然とこう、なんかほら、自然に触れ合ってないっていうか、ほんとにもう街の中の遊びってね、ゲームとかそんなものばっかりになっちゃってて、うんうん、もっとこう自然に触れ合わないといけないと思うんですよね。だからこの自然の中で遊んだり、はい、あと当然ほら、野草って林の中でしますよね。
ここでね、だから、野草し放題の林。そういう意味でプープランドっていう名前にしてるんですね。ここは正面玄関。正面玄関。面白いです。入ってもいいですか？決めっきり。確かになんかちょっと基地感ありますね、なんか。すごっ。真面目な人ほど、はい、野草っていうことに対してね、はい、軽犯罪法に触れるとかね、はいはい、犯罪がつかないんですよね。で、私はもう、この48年半で、はい、15,700 何十回、野草してるんですよ。はいはいはい、で、当然ね、もともとは林なんか持ってなかったから、もう全部他人の林でやってるわけですよね。うんうんうん、そうすると、そういう話をするとね、まずね、真面目な人間ほど、地主の許可を得てるのかって言われるんですよ。ああ、なるほど。でしょ？うんうんうん、でもね、私のそう考えてる論争っていうのは、単にね、向こうをどう処理するかっていうんじゃなくて、はい、人間ってほら、食べて生きてますよね、うんうんで。食べるっていうことはどういうことかって言ったら、はい、結局ね、動物性でも植物性でもね、はい、生き物を食べてるわけでしょ、うんうん、っていうことはね、食べて生きるっていうのは、他の生き物を食べて命を奪うことですよね。うんうんうん、それだけでいいのかっていうことなんですよ。うんうんうん、気候変動とかいろんな問題あるけどね、うん。それだって結局人間が自然から奪う一方でやってきたからこんなになっちゃったんだ。でね、自然とは共生しなくちゃいけないって言うでしょ、うん、生かし合うですよね。うんうん、お互いに生かし合う、はいはい。だったら人間だってね、自然の生き物を生かさなくちゃいけないんじゃないか。はいはい、そう考えたわけですよ。じゃあ人間がね、自然に返せるもの。自然のね、他の生き物が生きるために必要なもの。うん、それは何だ？人間が与えられるもの。って考えたら、うん、結構うんこと違いなんですよ。なんうんこと死体しかないじゃないか。それが、土になって。そうそう、それが土に返ってね、栄養になって他の生き物を生かすんだ。自然を豊かにするんだ。うん、だから、野草をすることがね、一番の自然に対する、共生のための大事なことではないか。なるほどね。そういうことなんですよ。へぇ。うん。で、ちなみに、ここに来たらどこら辺でやってるんですか、今。あ、じゃあちょっとここ行きます。あ、さらに上なんですね。いや、もうどこでもやってるんですけどね。例えばほら、これ。最近だと。これわかります？フレーザーがバッテン立ってる。これ、飲みさせた場所です。あここに埋まってるんですよ。結構してますね、ここにね。いや、もうあちこちでやってますね、これ。これと、これ、うん、これでしょ？これでしょ？これもね、ちょっと古くなってるけど、それほら。だらここだけで1、2、3、4、5、6箇所やってますよ。なるほど、なるほど。野草ってのは大体、うん、どんぐらいしたら、うん、匂いとか気にならなくなるんですか？いや、もうね、匂いなんかだったらもうね、一月やったらもう完全に。今、実は今もね、実験やってるんですよ。半月やれば戻っちゃいます。あ、半月やればもう土に帰ってるんですか？帰ってます。ほやほやの像もあるんですか？うん。実は、今日、昨日、まあ、毎日やってますけどね。ほうほう。うん。それ、ただね、うんこがね、土に変える様子を、実はこの上でやってるんですよ。あ、そうなんですか。うん。で、埋めた後、それをね、何かかって掘り起こしてどうなってるかっていうのを、調べて、それやってるんですけどね。なるほどね。うん。それをちょっとね、場所、管理して、この上でやってるんですけどね。49とか48年も野草し続けて、分かってないことばるさん、野草について。いや、分かってないことだらけですよ。だって、以前はね、野草をするだけだったわけですよね。あ、そっか。うん。で、その後ね、実は1年、8年あたりにね、掘り返しとかやってね、はい、調べたんですよ。はい。僕はどういうふうに土の中で帰ってきたっていうの。はい。それはもうね、ちゃんと本にまとめてるんですけどね。はい、はい。これね、ほら、ここにもあるけど、めちゃくちゃいっぱいだけど。今、こう実験用にね、ちゃんと日付を書いて、割り箸を立ててあって。で、これだって言ったら何日経ってるってもわかるわけですよね。これ8月の ?8 月だけどもうだいぶ不動産ですね。こんな感じで今ね、野草の調査やってるんですよ。でも確かに これじゃあ結構最新のうんこが割と放たれてる場所ってことですもんね。そうですね、はい。この実験用にね。確かに臭くないですね。全然臭くないですよ。いや、もう、仕立てだってね、埋めたら全然臭くない。へー。いや、土のね、分解力ってすごいですよ。確かにすごい。もうちょっと匂うのかなと思ったんですけど。いや、全然、とんでもない。ないですね、で実はここはね、私のうんこだけじゃなくて、はい、他にもね、いろんな人に頼んでやってて。あ、協力してくれる、もうちょっとやってくれる人がいるんですか？これは、ほら、
2月16日ですけど、リサさん。リサさん。リサさん。まだ20代のね、女性です。すごいっすね。20代の女性がこの農家さんの協力してくれるんですか？そうそうそう。あと実際にここでね、6人ぐらいやってますね。へぇ、レクチャーするんですか、それ。まあね。いや、だって、脱いですればいいんですけど、簡単ですよ。あそこ、地の穴掘ってね。なるほどね、うん。で、その時にね、ほら、紙って腐りにくいですよね。はいはい。だから結局ね、紙じゃなくて、葉っぱで拭くっていうことでね、こんな風にね、紙持ってるわけですよ。さっきの葉っぱですか？さっきのこれがね、これはさっき触りましたよね。あと、これなんだかわかりますか、これ。この柔らかさ。柔らかい。こっちこっち。すごいでしょ？気持ちいい。ねこれ気持ちいいっすね。そう。もうまるでほら、なめし革でしょ。いや、ほんと普通に、なんとか。紙よりよっぽど気持ちいい。そうですね、確かに。うん、でもこれで拭いてね。まあ、埋めとけば別にほら、紙じゃないから、ちゃんと分解するしね。へぇ、うん、これなんだっていうと、これ、キウイフルーツの葉っぱ。へぇ、キウイの葉っぱこんな柔らかいんですか？そう。みんな実を食べることしか興味ないけど。うん。いや、私葉っぱのが好きです。へぇここでお尻拭いたらもうね、紙なんか使いたくないですよ。へぇすごい。だからこういう世界知ってほしいんです。いや、面白いですね、うん。だからさっき言ったようにね、この自然と共生しようっていうんだったらば、ほうほう、自然の生き物がね、食べるものを与えないといけない。うんうんうん、それがうんこでいいんですよ。うんこ食うんですか、自然の生き物。いや、食べますよ。まずね、ハエが飛んできて食べるですよ。うんあと、糞虫っていう、ほら、例えばセンチコガネっていう、まあ、スカラベとかそういう仲間です。ほうほう、それもわーっと来て食べますよ。あと、獣だってね、イノシシとかね、ネズミとかね、いろんなのが来て食べますよ。なるほどね。うん。ちなみに、ふんどしの活動では、はい、なんか、あるんですか、その収入的なもの、うん。まあね、まあ、本も書いてるし、ノグソ関係のね。あと、講演会ですね。何を講演するんですか？自然と共に生きてくるってことですか？そうそうそう。だから、うんこってどんなすごいかっていうね。へぇー。他に、その、講演で喋るときの、うん、なんか、うんこすごい話で言うと、どんなもんがあるんですか？うんこのすごさ。うん、だからね、私の言ってるうんこっていうのは、うん、普通うんこっていうと人間のうんこだけ、まあ、せいぜい動物のうんこしか考えないですよね、うん、だけど、うん、例えばこの木ね、これで大きいですよね、はい、だけどこの木だって最初はこんなちっちゃい種一個でしょ、はいはい、それが芽生えてここまで大きくなった、はい、成長してる、うん、ということは食べて成長してるわけでしょ、栄養をとって、はいはい、そしてね、食べたもの 100%消化吸収できるわけではないですよ、うんうんうん、必ず残りカスが出る、うんうん、その残りカスというのがうんこでしょ、この木だって当然ね、食べた後の残りカスのうんこしてるはず。へー、じゃあ植物のうんこまで喋ってるんですか？そう、キノコだってカビだって、うんうんうん、当然うんこしてるはずですよ。うーん、麹なんて数ミクロンですよ、十数ミクロン、はいはい、見えない大きさですよね、はい、それがちゃんと大きなキノコになる、うんうんうん、まあ体積にしたらね、もう何万倍とか何億倍になってるわけですよ。うんうん、それだけガンガン食べてるわけですよ。食べたら必ずうんこしてる。うんうんうん、じゃあ、キノコのうんこってなんだ、うんうん、この木のうんこはなんだって考えるてるし。はぁ、それ何なんですか？酸素ですか？そう。光合成やった時に酸素出しますよね。うんうん、酸素は光合成やった時の残りカスなんですよ。だから植物にとってみれば、酸素がうんこなんですよ。へぇ、でしょ？いいうんこですね。そう。だから植物がうんこしてくれるから我々生きてるわけですよ。だから生きてきてるわけですもんね。そう。だから植物がうんこしてくれなかったら生きていかないんですよ。はあ。そうやって考えていくと、うんこっていうのはね、命をつなぐためになくてはならないもの。ただ自分にとってはカスです、うん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 。だから人間はね、自分のことしか考えないから、で自分のうんこしか考えない。だからうんこなんてね、臭くて汚い、役に立たない、うんうんうん、ゴミだ、カスだって思ってる。視野がすごい狭いんですよ。はあ、なるほどね。でもね、さっき言ったように、やっぱり自然と共生しようとかね、うんうん、これで環境問題が大きくなったらば、地球規模で考えないといけないでしょ。はいはい、全ての生き物を考えないといけない、うんうん。その時に自然と共生しようなんてね、言葉だけは偉そうなこと言うけど、何にも知らないんじゃないか。共生の意味分かってないだろう。ね、自然のことを知らないで、で、偉そうなこと言ってるだけ、うんうんうん。そんなの違うんじゃないか。だから偉そうなこと言うんだったら、ノグソした方がよっぽどいいよっていうこと。いやでも面白いですね、うん。そう、そういう意味なんですよ。私にやってる講演会とか、ふんどし活動って。そっか、逆に言うと人間が入った
二酸化炭素みたいなもんが、そう、あの、いや、植物はそう。植物にとってみれば、それありがたい、ごちそうなわけですよ。そうか、それで大きかったもんね。そう、だから逆転しちゃうんですよ。だから、人間だか動物だけじゃなくてね、植物も菌類も、すべて生き物をひっくるめて考えれば、うんこぐらいすごいものないんだぞっていうことが見えてくるわけ。へぇー、すごい面白いですね。でしょ。じゃあさ、出身はもうこの茨城なんですか。もう生まれもさっきのあそこの駅で生まれて。あ、そうなんですか。はい。子供の頃は別にうんこの研究家になると思ってない。いやいや、全然思ってないですよ。え、将来は何になると思ってたんですか。いや、最初はね、人間らしく夢を見てね、医者になってね、世の中のためにとか思ってたけど。でも、お父さんの方はどんな、何してたんですか。親父はね、歯医者で。医者家系の生まれなんですか。おじいちゃんも歯医者だったし。まあ、それは確かに自分もなんとなく医者になるのかなって思いますもんね。うん。ところがね、その、いろんな大人の話が聞こえるんですよ。はいはい。なんかその大人の付き合いって汚いなと思って、人間嫌いになって。はいはい。まあ人間不信ですよね。はい、それでね、高校中退って。あ、高校中退したんですか。そう。へぇ。でも山にこもってね、仙人みたいな生活しようと思ったわけ。へぇ、でもそれ、わかんないですけど、伊沢さんが、高校ぐらいの時って、中退する人とかかなり珍しいんですか。いやいやいや、少なかったですよ。そうですよね。もうね、1年でね、1学年1人いるかいないか、そんなもんですよ。めっちゃ反対されたんじゃないですか。いや、もちろん。だ友達一人以外は全部、周り全部反対ですよ。そうか、親、友達含めてね。そうそうそう、すべて。そうですか、それ、押し切って。そう。え、で、仙人になりたいって何するんですか、それ。だから山にこもってね、人間社会からね、離れていきたいなと思ったわけ。え、で、実際こもるんですか。いや、こもろうと思って、だからどこの山にこもろうかっていうところね。え、何これ、すごい。全国旅したわけですよ、貧乏旅行。これなんですか。楽しいでしょ、これ。これもね、ほら、土だけでしょ、はい、これはすごいんですよ、ほら。その高度感が。え、いいっすね。ちょっと乗ってみてください。思いっきりやってください。はい。どうですか。あ、いけます、ね、気持ちいいでしょ。いや、安定感ありますね。ね。これも手作りですよ。手作り。そう。すごい。これはうんこしないですか。いや、この辺もやってますよ、もちろん。あ、そうですか。うん。千人になって本当に千人山でこもるんですよ。いや、こもろうと思って、まあ2年間ぐらい旅したんですよ。はい。でその間にね、ほら、あの旅で出会う人ってまた違うんですよね。はい、街の中で見てると人間ってね、大人って汚いと思ってたのが、はい、すごい親切でね。ああ、人間悪くないなって思うよ。そうそう、だからいい面を見たわけですよ。うんうん、うん。でそれがあったもんだから、まあ、もう一回人間社会に戻ってね、はい、活動しようと思った時に。ちょうどもほら、70年近くでしたからね。はい。まあ、自然破壊とかね。はい。公害の問題とかっていうのも、だんだんニュースになって出るようになりましたよね。形から、はい、まあ、自然保護運動始まったんですよ。ほう。自然が好きですからね。はい。そんな自然保護っていうのは、しかもその当時、やっぱ一番話題になってた問題ですね。あ、源病とかすごく公害。そういうのもあったしね。そうそうそう。自然運動を何年かやってるうちに、はい、だ偶然キノコのことを知ったんですが、はい、キノコってね、はい、どうやって生きてると思いますか。キノコだって当然食べてるわけ。そうそうそう。例えばね、枯れ木に生えるキノコっていうのは枯れ木を食べてるんですよね。はいはい。落ち葉に生えるキノコは落ち葉を食べてる。はい。で、結局ね、落ち葉に行っても枯れ木に行っても、あ、それ、あ、シーソー、横にも向きも、あ、なるほど、自由自在、もう、オープン。しかもこれが古くなってね、腐って壊れても自然に帰っちゃうでしょ。うんうんうん。ゴミが出ないんですよ。確かに、それもいいですね。でも遊園地の遊具なんてね、ゴミになるでしょ。はいはい。しかも作るために資源とエネルギー使って。うん、うん。これ一銭使ってない、一円もかかってないですよ。はあ。こういうのはね、自然のものを活用して、しかもゴミも出ない。うんうん。お金もかかんない。うんうんうん。そういう生活どうだっていうのをね、みんなにね、広がりたいんですよ。いいですね。まずゴミ出ないっていうのは最高ですよね。確かに。たった1時間でこれが出来上がっちゃった。え、それ自然保護運動って、うん、なんか団体どこに入るんですか。うん、まあ自分で作ったんですけどね。あ、そういう、なんか団体を。はい。まあ若い人、学生中心でね。はぁはぁはぁ。うん。もうそんなのやっていく中でね、はい。その、キノコの働きを知ったんですよ。そうそうそう。で、キノコっていうのは結局ね、この枯れ木とか落ち葉、うん、植物の死骸ですよね、うんうん、それを分解して食べて、うん、土を肥やしてる、
そしてその超えた土のおかげで植物がまたね生きてくるんだ。結局死んだものを土に返すことで新しい命によみがえる、それを菌類がやってるっていうのを知ったんですよ。だったら自然保護だね。例えばほら縄文杉だとか、時とか、貴重な生き物を守るよりも命の循環を守ることが本当の自然保護じゃないか。そこでね、うんこの方にぐっと変わったんですよ。はあ。結局人間だってね、食べて奪うばっかりじゃなくて、農作すればね、ちゃんと自然をね、生かせん。自然豊かにできるんだ。こっちの方がよっぽどいいだろう。うんこの機能の素晴らしさみたいなのを気づいたの何歳の時なんですか？まあ、それはね、23、4歳ですね。じゃ、そっか、初めてのノグソじゃ23、4歳ですか？ 24 歳の1月、あ、23歳の1月1日。え、それどこでしたんですか？ここら辺ですか？この辺ですね。へぇー。そうか、でもそっからはもう、基本はトイレとか使わないんですか？もう基本もうできる限りノグソですね。へぇー。まあ、最初の頃はまだね、ノグソのやり方もね、よくわかんないし。やっぱり忙しかったりするとね、水中で使っちゃってたけども。ほう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 。でも、できる限り農作しようと思ったね。へぇ、そこからはその自然保護活動みたいなことで、その、生計を立ててるんですか？いや、だからね、自然をやってた時は、当然収入ってないわけですよ。だから写真家を目指した。写真だったら収入になる。しかもね、写真でその近隣の働きっていうのをね、紹介したい。まあ、そういうことで写真家目指したんですよね。それは専門学校とか行くんですか？いやいや、全然。あ、でも、画流で。そう。へぇー。いや、でもね、帰ってね、学校に行かなかったから、写真習わなかったから、キノコとかね、紙なんかが撮れるようになった。そんなのね、写真学校行ったって教えてくれないですよ。誰もやってないでしょ。写真ってこう撮るもんだっていうことがね、帰ってつまんない、そういうような概念が入っちゃうと。帰って自由に自分の発想でね、どんどん広げていかないですよね。むしろ何にも写真のこと知らなかったから、まあ、とにかくこのキノコをこう撮りたい。その思いだけでやってるわけですよ。ああ、で、調べて、わかんない。こういうレンズがいいのか。そう、全部最初は失敗だらけですよね。で、その失敗して、で、どうしたらいいんだろうって工夫して、いろいろやっていく中で、自分なりの撮影方法が見つかった。はあ。これ、ま、しかもだって、金とかキノコってもう、すごいちっちゃいものってことですよね。まあ、ちっちゃいですよね。だから、この本当にね、ミリ単位のものを撮るしね。それではめちゃくちゃドアップにして撮るってことですか？そうですよ。へぇー。だから実際ね、14、5倍まで。だから、フィルム面でね、まあ、35ミリフィルム。それに、ほんのね、数ミリですよね。3ミリ、4ミリ、2、3ミリで画面いっぱいになるぐらい撮ってた。ほうほう。まあ、そこまでやったわけですよ。はぁ。それを、結果やってみて、その商売にはなったんですか？まあ結構ね。そうなんですか。だからね、その分野では、まあはっきり言ってね、まあそれなりに、まあ世界的にも見積もられるようになったけど、だけど、写真で訴えられるね、限界っていうのを感じちゃって。じゃあ世界的なっていうのは、なんか賞とかもらうんですか？いやいや、賞なんかじゃなくて、外国でもね、見積もられて、まあ向こうの人にもね、実際のニュージーランド行った時には写真講習会もやったしね。キノコ撮るためだけに特化した技術だから、逆に世界中いないと。だからそう、そう。商売相手がいないっていうか。あ、そうか、敵がいないから。そういうこと。でも認めざるを得ない、ある意味ね。へぇー。本当にやってたのはキノコとか、カビとかね、変形菌、苔。はぁ、まあ。そんなものばっかりだから、菌類ってインカ植物専門にやってきたんですよ。はぁ。で、それもやってほとんどね、写真で、まあ大学としてはそれまではやってなかったですよね。はぁ。親とかがさ、高校中退されて、どうなんだこの子みたいになってるけど。そうそうそう。だからね、写真家になってほら、本を出してね。はい。やっぱりね、見方がガラッと変わりますよね。ああ、しかもね、その、なんか、海外とか呼ばれて公演とかやってるとかになるとなんか、あ、すげえのかなってなりますもんね。そうそうそう、親としてみればね。ちなみにその、厳しい感じじゃないんですか？その、医者とかの関係だとなんか、うるさそうじゃないですか、そういう。まあでもね、まあ一応私ほら、次男で、まあ長男がね、一応歯医者になったから、ああ、そこでちょっと緩くというか。まあ、そこはね。それにほら、まあ、言っちゃって聞かないと思ってたんじゃないですか。ああ、でも、半分は、まあ、諦め、と思いますけどね。そういう活動してきて、写真家を辞めるのはいつなんですか？辞めたのはね、2006年。で、その、辞めてすぐにふんどしになってね。25の時からだから、31年間は一応写真家だった。ああ、そうか、じゃあそこから56まで写真家として、普通に、
え、それってちなみにもうそのキノコ しか取らないんですか？いやいや、花なんか取らないです。認可植物と菌類ですよね。すごいですね。でもそれだけ専門にして、31年間こうちゃんと仕事として成立したかったのがすごいですよね。まあね。だからほら、70年代ぐらいからだんだん自然ブームになってきてね。やっぱり自然のもの、ね、みんなほら、関心持ってるようになってきましたよね。だからまあ出版もそれなりに写真使うようになってきて。そっか、そういうニッチな、界隈だけど、一定の、需要があるというか。まあ、全体から見たら少ないけどね。でも他にほら、競争相手いないわけですよ。こっちに仕事来ちゃうわけ。出せば、そこの興味ある人たちがみんな、こぞって買うからってこと。そう。へえ、ちなみにその30年の間とかでご結婚とかはされるんですか？はい。あ、普通にそれ。それは、ノブさんに目覚めてんのはもう、いや、もう目覚めたのはもう23の日だけども、ね、でもね、それはもう一人でこっそりやってたわけですよね。あ、奥さんは別には強要せずというか。いや、もちろん誰にも強要しないですよ。それこそ写真やめて、ふんどしを専門にするっていうのは反対とかされなかったんですか？いやー、でもね、ノンスはずっとやってきて、まあ最初ね、本当に10年ぐらいは誰にも言わずにっていう、そういう感じだったんですけどね、10年以上。まあ、だんだん少しずつと小出しにしていってね。はい。だんだん知れてくるわけですよね。ほうほうほう。実は50歳の時にね、苔の本出したんですよ、図鑑。本当に日本産の苔を全部扱うような。ほうほうほう。で、その仕事をやって、もう写真だってもう1000枚以上使ってますよね。3種類以上撮ってるんで、それのほとんどを一人で撮ってね。でもやっぱりね、それもすごいきつかったですけどね、仕事としては。ああ、まあそこそうですよね。もう全国もあって、北海道からね、沖縄まで。もう本当にもう心身ともにね、もう燃え尽きたっていう感じがあって。あ、もう取り切ったみたいな気持ちだったんですか？もうこれ以上取れない。まあ取り切ったっていうことはないですけどね。でももうこれ以上できない、もう限界までやっちゃった。あ、まあそれもあってね。あともう一つは、やっぱり写真でね、伝える限界っていうのも感じてね。やっぱり本当に一番伝えたいことは、さっき言ったようにね、死んだものを土に返すことで新しい命になる。命の循環を伝えたかったんです。そこはなかなか伝わらないんですよね。ああ、写真だけだったね。そうそうそう。だからね、写真の本作っても、読者はね、自分の興味のある部分しかも取り込まないわけですよ。まあそうっす。まあそうっすね、確かに。そう。だからもうこれからはね、うんこでね、食器をしようと思って、2006年に写真家辞めて、ふんどしになったわけ。そうですね。でもそこからその写真家辞めて、ふんどしになってからは、何でお金を稼ごうと思った、だからね、これはもうすでに本もね、何十冊か出してたから、まあ印税がね、だんだん減るだろうけども、続くなと思ったんで。はあ、で、逆に今度ふんどしになってね、今度うんこ関係の本を出していけば、それがだんだんこう上っていけば、まあ差し引きね、ゼロでいけんじゃないかなと思ったわけですよ。あ、なんかそうか、ちょっとずつクロスしていくみたいな。そうそうそう。写真と。そう思ってたわけ。うんこでというか。う写真はもう砕いてたから。でもうんこでね、上っていけばいいんじゃないか。はあ、じゃあそれで実際に登ってたわけですもんね、言ったら。でもね、その登り方がね、予想よりもぐっと低かった。まあそうですよね、だいぶですよね。マニアックっていうか。そう。なかなかやっぱ認められないですよね。逆にそのふんどしの活動で、認められるまで何年かかったんですか？自分が思うの、だからもうね、だから15年、16年経ってるわけですよね、ふんどしになって。だから今はもう本当にね、博物館とかね、大学とか、まあちょいちょい予言がかかるようになってますけどね。その、ふんどしたちの活動が、ちょっとこう軌道に乗ったなって感じたのは、初めて何年ぐらいだったんですか？そうね、自分自身ではね、その、まあふんどし思想っていうのを持ってるわけです。思想としてね、ふんどしの、まあ、結局そのうんこの循環とかそういうようなものをね、そういうのが出来上がるまでやっぱり10年かかってますよ。はぁ。だからまあ2015年。なるほど。ふんどしになってからね。なるほどね。まあそのあたりでやっとこう、自分なりにね、自信持ってね、これからいけるなっていう感じ。へぇー。それ何を発見できたんですか？あ、それね、見せますよ。ちょっと、この後行きましょう。ふんどしそうっていうのはこういうもんだっていうのをね。あ、そうかもだよ。ふんどしそうをね、一言で言うとね、これなんだ。ほう。どうですか？食は権利、うんこは責任。ノグソは命の返し方。あ、命の返し方なんですね、ノグソはね。そう。へぇー。さっき言ったのが自然と共生するんだったらね、はい、結局ね、うんこか死体しかないじゃないか。じゃあね、うんこと死体どっちがね、重要だと思います？え、重要？
そう。一生の間にね、どれだけのうんこ出すと思いますか？お、考えてみよう。計算したことないですよ。うん、じゃあ、一日にね、どのぐらいうんこしてる？それも、そう、なんか、まあ、ほとんどがうんこのことって考えてないんですよ、みんな。せいぜい2、300。あ、そうですか。うん。だけどね、一日200としたって、一年間で70キロうんこしてるんですよ。いや、一生のうちにね、人生70年、80年って言ったら、5トン、6トンってうんこしてるんですよ。はぁ。ね、じゃあ人間の体は平均的にね、大人になって何キロある？ 5、60キロって言ったらね、結局、うんこの方が100倍多いわけですよ。だから死体を一生懸命ね、土に返そうと思ったって、ね、うんこの量の100分の1しかない。しかもね、死体をね、ちゃんと変えてるかって言ったら、今全部仮想でしょ？死なんか変えないんですよ。だけど、ノースだったら自分の意思でできるんですよ。そうじゃないですか。だからね、うんこぐらい大事なものないんですよ。え、で、この言葉は、そう。だからこういうのもね、あの、ふんどしになってからね、いろいろ考えてね。まあ、これはもっと前、何年前だったかちょっと忘れちゃいましたけどね。はぁ。宿場権利っていうのは、食べるっていうことはさっき言ったようにね、命を奪うことなんだけど、やっぱり人間って自分で栄養を作れないから、食べるしかないんですよ。だから食べるっていうことは、生きる権利なんだ。あと、うんこは責任っていうのはね、食べればうんこが出る。うんこが出たっていうことは、食べて命を奪ったっていう証拠ですよ。しかもうんこって臭くて汚い。でもね、うんこの元って美味しいごちそうですよ。美味しいごちそうをね、汚いうんこに変えたのは誰なんだ。自分自身だろう。だからうんこってね、命を奪ったことと、ごちそうをお物に変えた責任の塊がうんこなんだ。それがうんこは責任ね。ちゃんと飲むそうすれば自然の中でね、うんこが他の生き物に食べられて命になって、命を返すことが飲むそうなんだ。で、これがふんどしそうです。すごいな、面白いですね。でしょ。これを構築するまで、周りにそんななんか、やいのやいの言ってくる人はいないんですか？まあ、例えばほら、飲むそうを広めようと思うと、そんなね、あの、軽犯罪にまたるようなね、そんなこういうね、あの、大っぴらにするなんて、とんでもない奴だっていう人もいますよ。まあ、つまんないクソ真面目な親父ですけどね。悪い意味でのクソ親父。いいクソ親父になるために、そういうのを無視してね。いや、そうそうそう。そんなね、くだらない話聞けるか。すごいな。ちなみに、こっからどうしていきたいとかあるんですか？ん？これも。だから、これをどんどん広げていかないといけないなと思ってるわけですよ。だから、さっきのね、ふんど案、ふんど塾っていうのを作って、やっぱり若い人にね、この考え方を引き継いでいってもらう。あと、あの、建物をね、でもその若い人にね、引き継いでもらって、あそこを活動拠点にしてもらってね。あ、さっきのフンドアン。そうそうそう。あそこはもう宿泊できるあれですけどね。はあ、この当然この林もあるしね。だからあそこへ泊まって、で、ここに来て、うんこをしてね、ノグスを実践して、それを慣れていってあちこちにどんどん広げてもらえれば。そういうこと、そういうための、あの、施設なんですよ、フンド塾っていうのは。フンド塾としての人生、もういつ死ぬかわかんないですよね。まあ、72歳。そうそうそう。みんなその、つなぐ方に、まあ、関心が向いてるっていうか、テーマがそっちに来てるんですよね。そういうなんか、後継ぎみたいな、なんかこの候補というか、あの、一緒に活動してくれる若い人も、いるんですか？だからほら、ふんどしこのね、あの、ホームページ見てもらうとわかるんだけども、のんちゃんっていうのがね、今、女ふんどしをね、名乗り始まって、へぇー。っていうのも出てきてるわけ。のんちゃんは何歳なんですか？今ね、33歳。ああ、じゃあまああと50年ぐらいで活動できますね。そうそう。あとさっきのリサさんね。あの人も20代。あの人、そう20代。20、まだね、4、5歳かな。で、実はね、気候変動なんかの活動をやってるんですよ。そっちが一応専門なんだけどね。でもちゃんとここに来てね、飲むそもしてくれるわけ。やっぱこっちの言ってることが分かって。そういう人がね、どんどんこっちへ来てくれるんじゃないかなと思ってるんですけどね。へぇ、面白いっすね。今一番力入れてるのが、うんこの問題と、まあ、のぐそね。それとあとね、死の問題。あ、死？はい。そう。今、あとにかく医療がどうのこうのってね、発達しすぎてね。はい。なかなか死ねなくなってますよね。今の環境問題でも資源の問題だってね。やっぱり根本的な問題ってね、人口増えすぎたことじゃないですか。こんなに人口が増えすぎたから、もう地球のね、限界を超えちゃってる。だからこれからね、人口を減らさないといけない。と、はい、いうことは死を受け入れるっていうことですよ。つまりね、
もう本当にね、私の理想ではもう日本なんかはね、今1億2、3千万いるけどね、江戸時代のね、2500万か3000万が理想だと思ってるんですよ。この国土で生活してる、そうそうそう、だから結局1億人近くはね、死んだ方がいいと思ってるわけ。なるほどね。その時にね、じゃあどうやってね、人が死んだらいいんだ、納得して死んでる幸せな死っていうのを見つけようと思ったんですよ。うんこってカスだと思ってるけど、それは人間の自分の立場で考えてるからカスでしかないわけでね、この地球全体、自然全体で見たらね、うんこってものすごい価値があるわけですよ、うん、だったらね、死ぬことだって価値があるんじゃないと思ってるわけですよ。結局自分のことしか考えないからもう価値がない、そんなものはなんとか遠ざけようと思ってる。もっとね、地球全体で、自然全体で広く考えるっていうのをね、もっと広めていけば、納得して受け入れられるしっていうのがちゃんとあると思ったんですよ。それは今どんな感じの答えになりそうなんですか、自分の中でというか。それはね、やっぱり循環っていうのを考えなくちゃいけないと思うんです。自分はね、他の生き物の命を奪って生きてる。で、その分のね、生かしてくれた感謝の印として、命を与えたらどうなんだ。だから自分の肉体はね、死んでも自分の命が他の生き物のね、新しい命になるんじゃないか、循環という考え方をすればね、それがね、可能だと思うんですよ。他の生き物の命になるんだよ、その循環思想っていうのをね、こうやって広めていきたいと思います、ね、なるほどね。中見さんはいいですか。あ、大丈夫、別の仕事を進めちゃっていいですよっていう。はい、わかりました。すごい56坪、広いんですよ、うん、ここ一人暮らしですか、ここで。だからね、あの、お袋が亡くなってからもう10万年ね、空き家になってて、はい、これもったいないから、はい、すごいな、洗ってください、はい、そう、やっぱり屋根裏だから階段が急ですね。はしごみたいな、はしご すごい、こうですね、この屋根裏かっこいいですね。だこれをね、イベントスペースに使おうと思って、はははは、なかなかいいでしょ、綺麗ね、はぁ、いいですね。だからね、あさってもね、ここで講演会やるんですよ。え、まあ、スライドやりたしてね、あ、ここが、そうそうそう、ここでスライドしてね、はぁ、なるほどね、すごっ。だからこれ確かにここだったら、まあ、もうコロナのこと考えても30人ぐらい入っても別に、そうそう、だから今回はね、子供と大人30人近く集まりますからね。はあ、もうそうですよね。へえ、ちょっとでも暑いは暑いですよ、やっぱね。あ、もちろん。今ね、あの、換気扇を入れたんですけどね。もう止まってたから。これ入れとけばね、下から冷たい風が入ってくるから。一応さ、冷房下に効かせて。いや、冷房は使わない。あ、そうか、自然だから。そう。だからね、クーラーは使いたくないんですよ。それじゃなくて、ここは木がいっぱいあるでしょ。木があれば、ちゃんと木陰になるっていうだけじゃなくて、酸素を出すだけじゃなくて、保護室やった時に水分も出す、それが蒸発することで気化熱も奪うんですよ。あ、気があれば涼しいんですよ。その自然のね、そういうふうなあの恵みですよね、恩恵、それをちゃんと取り入れて生活すれば、クーラーなんかなくたっていい、生活できるんだよっていうのをここで体験させたいわけ。はあ、なるほどね、だから自然をといかにね、共生するか、これが本当に共生じゃないか。だから今みんなが言ってるようなね、自然と共生しよう、あれね、本当に上っ面だけのね、まあ、はっきり言って世まい事っていうか、もっと自然のことを理解してほしいと思うんですよ。災害なんかなくてね、トイレットペーパーの買い占めを送りますよね、でさっきの葉っぱどうですか、ね、ああいう木が一本植えてあれば紙なんかいらない、何千枚何万枚、ものすごい数の葉っぱあるわけでしょ、使い切れないです。なるほどね。そういうのをね、単にあのほら、理屈だけじゃなくて、体験させたいんですよ、ここで。はあ、だから宿泊施設にしてね、そのためにね、ここはもう改修して、へえ。宿泊業じゃないから、宿泊料はないですけどね。あ、そうなんだ。ただもちろん維持費は必要だから、あの、カンパお願いしますって言ってるだけ。なるほど。こんなのもあってね、これを釣ってね、この中で見れば、昭和の本当にね、生活ですよね。それが炭素のね、すごい。こちらね、作りもね、凝ってるっていうだけじゃなくて、安全装置もついてるんです。どんなのかっていうとね、例えば、ドローンが入ったとするとね、
なんか結構ね、探すとかですよね。もう大体こうやるなんて。あ、何もないやと思うでしょ。もうところが、この奥にね、こんなのがある。あ、隠し。そう、結局ね、ここに入ったんですよ。本当に貴重品をここに入れてね、こうやって入れておいて、奥に入れて、ここの、ここ押すわ。本当にここね、全然わかんないわけですよ。キリダンスってやつですか？はい。何十年ものみたいな。いや、もう、ね、100年以上。明治か下手したら、江戸時代か。よくわかんないけどね。昔のね、職人は、こんなものまで作っちゃうんですよね。どっちがね、すごいか。まあね、すごいよ。まあ、知恵がね、生活のね。そうなんです。はあ、すごいな。でもね、今の人間なんてね、本当にね、誰かが作った、どこで作ったものを使わせてもらってるだけだよね。まあまあそうですね。どんどん知恵も何もなくなっちゃってる。で、ごく一部の人だけがね、頭働かせて、しかもそれ全部電気自家でしょ。電気がなかったら何もできない。そんな生活ね、もういい加減にね、見切りつけるよっていうことで言いたいんですよ。はあ、なるほど、早く気がついてくれる。完璧にはそれはできないですけどね。だからそこまでは否定しないけども、でもこういうふうな生活をね、自分の中に取り込んでたら、いざという時ね、自力で引けてんですよ。まあね、そう。だから 3.11 の時にね、もう基本的に水栓取れるでしょ。で、電気が止まって、水道が止まった。もうみんなもてんやわんやですよね。トイレが使えない。ノブさんの、強さが出てくる局面ですね。そう。そうなんですよ。それはね、やっぱり自然の中で、自然と共に生きるっていうのをね、単なる言葉じゃなくて、実際にそれやってるわけ。実践してるから強いんですよ。なるほどね。ね。それでは失礼します。じゃあ失礼します。どうも。ありがとうございます。失礼します。さよなら。